こんにちはこんにちは、えー、はいあのちょっと単刀直入に行って今世の中を騒がせているこの日本学術会議という、はいはい、その学者さんの、えー、大変権威ある団体があるわけですけれども、えー、毎年これが、えー、日本政府に承認を、えー、得て、えー、民間からこう選ばれた学者さんがそのまま あの選ばれていたのが今年から前例になく6名の、えー、学者さんが承認されなかったということが今大変問題になってますね。はいはい、で、えー、これについて司馬さんちょっと、えー、取材されたことがあるっていうことなんですが、はい、どういうことなんでしょうか えっとですね。まあ、今回その、えー、なぜその6名があの任命されなかったかとかいうことが。まあ大きく報道でもあの出てるわけなんですけども、その、えー、報道のあの何て言うかな？その穴というか、あのそこを突っ込まないでどうするのかっていうね。あの、非常に重要なポイントが抜けてるんですよね。それはですね。その、えー、まあはっきり言うとその。 えー、今回のその任命拒否は法的根拠はないんですよそこって一番大事なんじゃないですか例えば菅さんが嫌いだからとかパンケーキ食べないからとかいろんな理由があるにせよですよね、はい、その菅さんが総理というポジションでこの拒否できる権利がないということですかそういうことですねだからその 今日ねあの、えー、その記者団のに対してその菅首相はその、えー、総合的だの俯瞰的だのそういうようなあのわけのからない、ね、説明にならないようなね説明、えー、になって説明をしてたわけなんですけどあの記者団はズバリ一言こう言えばよかったんですよ。法的根拠はあるんですかと、はい、具体的にはあの日本学術会議法という法律が実はありまして。はい はいここにの第一条にその、えーえー、この内閣はあのこの日本学術会議を所葛するって書いてあるんですよねはいこの所葛するというのはまあはっきり言いますとその、えー、まあ事務やらせていただきますよっていうことであってはい、えー、その、えー、別に内閣がその、えー、もうその 日本学術会議をコントロールできるそういう権限がありますよって言ってるわけじゃないわけなんですねはいそれはあちょっとちょっと行政とかあの法律に詳しい人だったら常識的な話であってその所轄っていう言葉に、はい、その監督権みたいなものも含まれるのか監督権はないですないんですかないです事務的なことをちょっとやらせていただくだけっていうとそういうことです それ、ちょっとすごいポイントなんじゃないでしょうか。ぜひ皆さん。人事権ないんです。人事権がないっていうことを、それ、あの、記者の皆さんはそこを突っ込むべきだし、あと、えー、こう、野党や与党ないもですよ。与党ないも、あの、根拠がないのに任命責任が。 任命を拒否するのはおかしいっていうことを言わないと、また閣議決定とかしますよ。所轄にはコントロール権が含まれると閣議決定しますとか。かそうですね。<laughs> 先日その、はいえー、官邸前であの、えー、講義があった時にですね、その。 今回任命されなかった6人のうちの1人の岡田正則さん、あの、早稲田大学の教授の,、ねはい、あの行政法が専門なんですけども、はい、あの彼も来てたんですよ。はい、であの、ちょっとお話聞いてみたんですけども、あの、実はですね、その、えー、この、えー、日本学術会議法の25条と26条というのがあって、はい、あの、えー、例えばですね、 あの、ま、ああんまり例えばよろしくないかもしれないんですけど、例えば、その日本学術会議の、えー、メンバーが、ま、あ大麻とかそういうので捕まっちゃった場合。はい。それであっても、それだけを持って、例えば、その、所轄の、あの、内閣総理大臣が、いや、不祥事を起こしたから、お前やめろっていうこと、できないんですよ。はい。実は。はい。25条、26条に何て書いてあるかっていうと、その、 たとえ、そういった、なんか、あの、病気だとか、やむを得ない事情で辞めるだとか、あるいは不祥事を起こして、あの、適格、あの、適任ではないというようなことに関して、日本学術会議の方から申し出があった際に、その、え内閣総理大臣はそのメンバーを辞めさせることができるわけです逆に言えば、日本学術会議の、あの、 えー、意思を尊重しないで勝手にそういうあの人事にあの、えー、介入することっていうのは法律上できないようになっている。というのはこの、えー、やっぱりそのかつての戦争の際にですねその学問というものが非常にあのその時のもうあの、えー、権力に利用されて歪められてでそういったあの反省からその 学問とといいううのは独立してあるべきだというそういうあの過去の反省からそういうふうにあの法律が定められてましてそれは憲法の学問の自由というものに基づいてるわけですね。まあ、そういったあの憲法の,あの裏付けがあってその日本学術会議法っていうのがあるわけなんですけどもまあ、そういう中で例えばですよ例えばあの、えー、日本の憲法ではその えー、その内閣総理大臣は、えー、天皇が任命するってことになってますけども天皇がいや菅さんってさやっぱりなんかちょっと、えー、気に食わないから別の人によこしてよって任命拒否したらどうなるんですかっていう話ですよね多分そういうと同じような話ですよ任命って言っても形式的なんですよあくまでもその形式的であってこれはもうあのー えー、1983年の,その中曽根内閣の時にこのやっぱり日本学術会議のことがあの国会であの、えー、論戦になった際にですね、えー、形,式形式的なものであるとその任命権というのはあの、えー、形式的なものであってその要するにその天皇があの、えー、内閣総理団地にあなたを任命しますというのと、まあ、同じようなものであって逆 人事権直接、あの、左右するものではないっていうのが政府見解だったわけなんですよね。はい。法律にもそう書いてあるし。で、<っ>それを突っ込む人がいなかったんですよ。いないかったんですよ。欲しいから、パンケーキ食べさせたのかな。<laughs> いや、だから、あの、<laughs> な、今日のインタビューっていうのは、日今日のインタビューっていうのは、その、えー、内閣記者会、えー、元い内閣パンケーキ会の、えー、記者たちが、 あの話をあの、えー、ありがたく聞かせてもらったわけなんですけどもなんかうだうだあの質問してないで法的根拠はどうなんですかっていうことを、うん、ひたすらその一点を突っ込むだけで、うん、もうあのあとこの日本学術学会というのは各学術会議っていうのは、うん、いろんな学会の学長、えー えー、その学会の会長さんしか入れない団体で,でしかもその学会が正式に学会って認められるのってすごい難しいみたいで私も日本ベーシックインカム学会というのを理事で立ち上げた一人なんですけど。 そのきちんと論文を、えー、出し続けているのかとかいうことをしっかりとあの見た上でそしてその論文っていうのもただの文章じゃダメでちゃんと誤字がないかちゃんと論拠があるかとかいうことを認められた団体にしかなれなくてしかもその会長さんしかなれない団体なんですって。私は日々この間のね <laughs> 学会誌に出した文章でも「増山さんのなんか文章は間違いがありました」って言われたり ととかか失敗したたなって思ったりとかなんかそうやって日々学問とか研究ってすごい大変なことだっていうことを身にしみて感じているのですっごいバカにされた気がするんですよ。それをね上の一つで あ上の声好き嫌い一つでこうダメって言われてるのはこれ自分たちと関係ない世界で起こってる話では皆さんないですよ今これここで止めないとどんどんこの菅内閣はこう権利ない法律を読み替えて自分たちの都合のいいように解釈していく可能性があると思いますこれは危険だと思いますなので皆さんどんどんこの第25条と第26条 はい、えこれは日本学術会,会,議法会議法というのの25条26条違反だとあと,、うん、あと1条違反だっていうことをぜひ広めてくださいでねやっぱりこれはその、えー、この前の官邸前での学者の,あの集まりというか講義をあの主催してた人が、えー、と小原あの高治さんっていう、えー、あの早稲田大学の先生なんですけどもえっ、ー、と えーまあ、これはですね、その単に学問の自由の危機っていうだけではなくて、その、えー、法に基づくその、えー、自由民主主義自体の危機だっていうんですよね。というのは、あの日本はそうですけど、民主主義社会っていうのは、そのえー、法律に基づいて、そのたとえその総理大臣であっても法律に根拠がないことをあの気分であのできるわけじゃないんですよね。 で逆に言うと法律を歪めてそのあの個人の,あの政治家の好き勝手にできるって言ったらそれは独裁なんですよ独裁国家なんですよはっきり言ってだからあのどこぞのんか某北朝鮮と大して変わんないっていう話ですよね菅政権はねそういうことをあの平気でやってそこに対してちゃんとあのマスメディアも突っ込めてないっていうのはこれはもう本当に危機的な状況だと思います ありがとうございますえ今日は司馬さんに日本学術学会の6名の学術,学術会議の6名のえ学者さんたちの任命をえ菅え首相があの任命を拒否したというのがこれ法律違反だということですね。そうそう 1> 1条え日本学術会議表の1条25条26条違反だということをお聞きしました。 島ばさんありがとうございましたはい、どうもありがとうございましたありがとうございましたちか